ったのかあいつ、許せねえ。あんな潰したのに抜け抜けと。うわあ、ミさん深みったか。おはようございます。はい。アドミン全部見ました。はい、これで減るかどうか、左下のやつ。ああ、なるほど。減らないよ。減らないよ。減らないの、うん、減らないけど見れない。あ、本当に見ました。ミーティング3、アーカイブ1、貨物2、エレキ2、キッチン1、ブキンボ1でしょ。おー、合ってそう。見とるね。それ最後の情報ですか？あるの？いや、ちょっと時間経ってますね。早速停電直し、ジジイです。ジジイないな。あ、潰れてる。おい、アドミン。ずっと生き残ってたのか。手が。ちゃんと動画更新されたマジで、マジで、あ、ほんと時間切れになった。時間切れになってる。ほんまや。見れなかったっす、俺、アドミン見たら開幕。時間切れですからね。てか、タスク開始時から見えますよ。え、時間切れになってますよ。あ、じゃあ、もうあれなんだ。見たターンで分かるようになったんだ。はいはいはい。ってことですね。一番右を下げた人は誰ですか？はい。はい。それ以外下げました。カメラ30秒あるから、アリバイで使えそうですね、結構。あー。お前な、いや余計なことしない方がいいですよ、ゲンさん。余計なこと。殺されそう。見る気だ。ハイブリさん下。下ブリさん上。やめそういうこと言うの。ハイブリさん下。くしくもさっき嘘ついた時とは全く同じ。これは奥までやらせてほしい。ナイス、ナイス、ナイス。え、これってカメラ例えば10秒見たら残り時間20秒とかなんの？なるんじゃない？試合ごとだからなるんじゃないですか？試合ごとだから。あ、そうなんや。なりそうじゃない？うん、え、めちゃくちゃじゃあ来る強いじゃんこれ、うん。強いよね。今までこの曖昧な具合が。曖昧ぐらいだったよね。うん。ああ、確かに。表記で見れるからか。もうカメラ時間もバイタルも3秒にしましょう。そうか、写真つけ込んどかないと。ブリトー、高藤。皆さん、え？あら、はい、プテハスさんの方が現行犯でガミさんです。肉たっぷりさん、はい、びっくりした。俺すれ違った次の瞬間にやったから。あ、エレキの8番です。あ、どうぞ。ごめんなさい、いや僕って言いました。ごめんなさい、バイタルが減ってて笑っちゃった。ガミさんって言いました。バイタル見たのは僕で、コミサボ前は誰も死んでませんでした。バイタル見たのはこれ1個前の段階。いや、1個前だからこれ。ああ、じゃあ今回も見たってことですか。平和な日の見た方が、
いや、違う場所はどこ、サントスさん。エリキの8番。次の間ですね。反映されるの。更新が。はい。エリキの8番で、プテさんが、トータさんとすれ違って、その後、ガミさんが現行犯のところを見ている部分です。びっくりしたよ。あと、高田さんに、妻の方行ってます。あ、はい、合ってると思う。私は、定年前、エンジンからメインに行く高田さんを見て、宿舎に行ってます。シャワーに。アーカイブまで行ってます。シャワー、あ、アーカイブまで行ってんだったら、めちゃめちゃ奈々子さんが怪しくて、奈々子さんが本助けっていうのを置いてって、僕がラウンジの方に行ってます。アーカイブまでは到達してないですね、研修はね。いや、絶対行ってると思う。だとしたら、奈々子さんがアーカイブで、本タスクやってて、下側の扉が閉まってるはずなんで、それ確認してほしいです。下側の扉が閉まってるとしても、ハイブリがちょっと変な動きをしてるんですけど、シャワー入って、タオル回収しながら、先に配線タスクをやって、下にタオル回収をしに行っているので、その一瞬観光タスクのところに入ってタオル回収してる間にベントですり抜けない限りは、かもしくはメインからその間に誰かが入ってこない限りは上でのキルは無理。うん、まあシャワーかアーカイブであることはもう多分事実だと思う、うん、どっちか、うんうん、扉閉まってるんだったら、まあ米サボ中やからあれ分からへんけど、もしかしたら7個は白かもしれない、ベントではない。でも7個さん死んだったらアーカイブに来てないっていう主張だから、ハイブリさんが黒になりますよ。その場だったらメインから侵入してきた人が僕の対抗位置。僕もしかしても発言権ないですか。ごめんめっちゃしゃべってごめん。なさそうな感じなんだけど。じゃあローラーまでしましょうね、ちゃんとね。絶対します。なんでそんな。約束します。七子さんまでローラーします。なんで俺になんねん。びっくりした。サボ中レコだから、サントスさんの新色がめっちゃいいですよね。うん、僕は次の瞬間やった。ウキコとコミュサボのところ開けてますと。なんで切ったんだろう、トータスさん人外なのかな。トータスさん人外なのかな。おい、はい、びっくりする話なんですけど、アーカイブ下開いてました。やったよ。マジでほんまによかった。本当に、はい、はい、もう到達と一緒に湧いて、もう絶対到達切られへんように、タスク全然右側にあるけど、ずっと到達に追い回したもん。本当にちょっと待って、開いてた。本当に開いてました。ごめん、じゃあ、なかったらアルマになる。あ、中野くんがラウンジ側向かっていて、俺が最後までアーカイブにはいるのは事実で、扉が閉まってるようでのを確認してたから、あの剣士来れるわけないやんと思ったけれども、最後にその剣士、俺の最終位置ってあのアーカイブのダウンロードぐらいの位置のところなんですよ、あの本入れ切って、うん、で、下閉まってるなと思ったけれども、今回開いてるんだったら最後剣士が開けたか、開けたとしてもシャワー側にいたブリちゃんが俺の対抗位置になると思う。それはね、確かに。僕がクルーだった場合って、うん、奈々子さん視点で絶対に僕ができないから、ガミさんをクロー系奈々子さんつって終わんなかった場合は、弁当を使える人間を教えてほしいかな。アーカイブに弁当で飛べる人間。でも、奈々子がそもそもダウンロードにいるわけでしょ。ダウンロードっていうか、アーカイブの DL にいるのか。だから、要するに7個が来るやったから、7個は来る。アーカイブまで来てたら、7個さんが一位置になるのはもうしょうがないと。もうそれは事実なんだけれども、俺視点ではそこの扉が閉まってるように見えてたから、今開いてるのが、ももぶりで確認されたんであれば、剣士はその扉を開けていたと。うん、で、うん、俺の推定位置はその剣士がアーカイブがシャワー入るぐらいの位置で切られてんじゃねえかなと思うので、だからシャワーにいたブリちゃんが一番人外面高いよねって話をしてた。トータスさんってマットシティされてたっけ、確認してた。あ、俺シェリフです。ああ、なるほど。あ、じゃあ、はい。俺が4時に入るのは全然 OK なので、一応メインから侵入ができるかどうか、サントスさんそれは藤宮サントスがメインから、左側に向かってるので、うん、メインからはないです。ちょ、奈々子さん死ぬ前にしっかり明言しといてほしいんですけど、奈々子さんクルだった時のために、はい、僕キルできないですよね、シャワーから高田さんが来ていた場合は。中野くんシャワーから来てたら絶対無理だって、中野くんはラウンジ側に向かってるんだから。奈々子さんの視界外で U ターンしてきてる線はあるんじゃない。俺が下、俺はね、下の本入れた後に、いや、ない。ドアが閉まってる、僕がラウンジに行った後に。うん、ラウンジアーカイブ館の。ので、俺の対抗位置はブリちゃんでいいはず。
うん、てかもうそのガミちゃんでほぼほぼもうインポスター落ちてそうな話だったから、7ブリでローラーしたら、オッケー、分かった。藤宮くんと宮くんとゲンさんってどこでしたっけ？全然関係ない。僕はさっき言ってたんですけど、キッチン武器庫コミュニケーションの扉まで開けて、うん、直してる最中にボタンなので、このターンコミュニケーションと武器庫の扉開いてたと思います。で、ゲンさんがどちらだったっけ？今エンジンで高田さんと別れた後は、メイン、メインじゃない、宿舎前行ってますね。はい、わかりました。ただまあ死には一応ないので。あとはいや、結局サブリさん、藤宮さんとタンポさんが蓋してるから無理じゃないかな。うん、オッケーオッケー、大丈夫。終わんなそうなんだよな。うん、終わんないよね。なんかパッション白いなと思った。まあでも、SG にされるから、使わないといけないか。あれ、誰だ今。うん、はい、でマットハイブリさん連れて行かれてマットかあるまやんか七子さんマットあるまやんアルマはそう昨日終わらない議論をしてたから七子さんマットアルマしかないよなまあ冷静に立ち返るとしっかりアドミン壊してるっていうのは冷静に立ち返ると検証という名のもっとしっかり壊してるからイビルじゃない方っぽいけどねアドミンボンバーサイかハイブリアルマのラインだと思っちゃったガミさんがインポスターだったらもう5票入ってるすごくねこれ本当に僕しかいないじゃんこれ盤面上もう中野アルマ以外ありえないパターンになっているなるここがとんでもないもの連れて行ったからハイブリアルマだっためちゃくちゃムラリアルめちゃくちゃムラリアルローラめちゃムラリアルさすが七子さんやでいやーちょっと難しかったね嬉しくなって霊界で七子追っかけたもんタスク先生 いい演技だったと思うんだけどなあれ中野くん俺ライン切ってほしかったやっぱりあそこのシーンはいや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 もう無理だろうなと。そうだよな。あ、でも、霊界で高田さんから現地を取ったんですけど、現行犯は謝ったら許してくれるそうです。そうそうそう。謝罪したら許すから、これは。許してみんな優しい。いやいや、そんな。一回も見たことないですよ、許されてるし。むしろローラー止められて終わりですよ。そう、許すって言ってるだけ。だよじゃあ次行きますかね。はい、お願いします。